玉木さんしかいないんですよね。かつ私は新人に対してもさらに返事しないといけない政治家というよりは本当にもうものすごい印象なんですよね。今日はですね、国民民主党の期待の星の皆さんにちょっと今日は来てもらいました。ありがとうございます。皆さんから見て国民民主党ってどういう政党かなと、党内の雰囲気とか。じゃあ長友さん、いい意味でベンチャー気質がある政党かなと。平均年齢若いし、代表も近いところで話をしてくださるので、僕たち新人でも議論に入りやすい、かつ私たち新人に対してもフラットに接してくれる先輩ばっかりなの。あまり堅苦しくないですよね。斉藤さん、アレックスさんです。そうです。もう手前味噌ですけど、こんなに善良な議員が集まってる党は他にはないだろう。本当にみんな、そう、皆さん本当にいい人で、この、いい意味で本当にいい人で、ただその政治の世界ではあまりいい人だと、選挙に強くないとか、善良だからこそ両方の意見を聞こうとして、ちゃんと調整をしようとして真面目にやるから、エッジが効かなくて中道って厳しいじゃないですか。どっちからも攻撃されるし、取り上げ方も難しいんで、そういう悩みはあるんですけど、本当に有権者の人にはこんなにいい人が集まっているとは他にはないと、なんとかこの党を大きくしていきたいと思いますね。そうですね。いや本当にうちの党の代表って我々が言うのもなんなんですけど、本当に純粋というかね政治家というよりは本当にものすごい清らかな印象なんですよね。玉木代表って鈴木さんどう見える？代表はですね、これ参議院の伊藤孝恵さんも言ってましたけど、我々一議員が夜中に LINE で代表間違ってますって言える党の代表多分玉木さんしかいないんですよね、いや普通できないですよね。できないですよね。だって怖いですもんね、普通は。普通はそうですね、普通にメール期待しますもんね。僕もこの前10時過ぎぐらいに、僕の内容送る時間もおかしいんですけども、送ったらちゃんとその場で返信来て、下会った時にちょっと喋ろうと思ってなってさらに返信しないといけないみたいな、もう12時超えてるけどどうしようかなみたいなってテンパったことありました。いや確かにね、夜 LINE してもちゃんと帰ってくるし、電話も来たりするものしますよね。でやっぱりすごいなって思うのは、いやこれ風通しの良さの源かなって思うのは、それベテラン議員だけでやるんじゃなくて、我々みたいなね新人議員とか若手にもそういうことをやってくれるから、これがなんていうか党内の、その風通しの良さというか、何言ってもいいんだなっていうね、安心感。